誰ねって言っても、ともかく助けて助けて言って、よって分かったのは、その部品の下にうずもれてるんですね。でどれを取り除けようとしても、一つ取り除くとまたガラ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 とくるでしょう。あり地獄みたいな状態なんです。まあ、しかし何がどうであってもね、自分ここから抜け出さんといかんと。で今度はね、横に座ってるおじさん連中なんか呼ぼうと思って声を出そうと、この声が出ないんです。いや、ここで本当にこれが最後だと思いましたね。呼べど答えようと思って声が出ないんです。まあ幸いのことに呼吸は少しずつねできるようになってきまして、で辺りも少しずつぼんやりと見えるようになったんですけど、で立ち上がろうとしてもね、立てないんです。はっとそこで気づいたのは、自分が置かれている状態ね。あ、そうかと思って、自分は体を丸めて自分の机の下におったわけです。で今度出ようと思ったらね、その辺に並んで積み重ねておったその部品が壊れてきまして、足の方を塞いでしまってるんです。でともかくここでないことには違うわけで、まあ苦労しまして、右足左足でね、こっち押してあっち押したりして、やっと自分の入れる隙間ができて、やっとここでそこが出たんです。で真っ暗の中をね、よし、そして一番近い方に行こうというわけで、それで正門じゃない反対側、こちらの方が空白が多かったんです。でおのそちらに行こうという決心して、行こうと思って、距離的には50メーターもないぐらいの距離なんですけどね、5、60メーターですか。まっすぐ歩こうと思ったら歩けないんです。足は裸足なんです。そしたらね、手探りで、そしたらね、山あり坂があります。普通はフラットなね、セメントの舗装された工場内だし、事務所内、外もそうです。何がどうなってるかさっぱりわからないんです。で、それを上り下る、上り下るときはガラガラと崩れるんですね。そしてそれを上り下り、上り下りして、半道ぐらい来たときに女性の声が聞こえてきたんですね。で助けてくれっていうわけですよ。助けて助けて、顔色変えて、で長崎に、ね、誰ねって言っても、ともかく助けて助けて、よって分かったのは、その部品の下にうずもれてるんですね。でどれを取り除けようとしても、一つ取り除くとまたガラ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 とくるでしょう。あり地獄みたいな状態なんです。人を助けて、誰か連れてくるかちょっと待っとけっていうわけで、おてまたその 最初の目標である裏口の方に行けようと、また会うんです。今度は男の声ね。そしたらそこに材木があって、部品があるなんやかんやで、やっぱりその下の方なんです。そしたら助けてくれっていうわけでね、それやろうと思っても、今度こっちへ動かすと、こっちがグラ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 とくるんでね、これも同じことを言わざるを得なかったんです。人を呼んでくるか、ちょっと待っとってちょうだいって。それでやっとたどり着いたのが、そのコンクリの基礎ですか、その上に柱が立ってるんですけど、そこまで来たんです。でそこまで来て、パッと気づいたのは、あるべき鉄板の設営のようなドアがないわけです。で手探りでやってみたら、壁が全然ないんです。あるのはちょうどレールを立てなんですか、立てたみたいなやつばっかして、外までは全然
その素通りっていうんですか、何もないわけです。そしてそこで私、びっくりしまして、そしてはっと気づいたのはですね、まだ暗いんです、薄暗いんです。そしたらね、まず耳に入ったのは、ドシャンバタンガラガラっていう音ね。それがひっきりなしなんです。何だろうと思ったら、天から飛来物が落ちてきてるわけです。で、中にはそれがね、ヒューンヒューンと言いながら、ちょうどブリキみたいな分がね、右から左へ、左から右へと行ったり来たりしながら落ちてきて、それがガラ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 、ゾンビバシャッとやってるわけです。ああと思ってね、これは出れないと。これがまあありとあらゆるものが上から落ちてきてる状態なんです。空はまだ薄暗いんです。でそこで腰も腰砕けになって座り込んだんですね。で座り込みまして、それから何分か知らんけど居眠りしとったんです。結構長い時間ですね、4、5分じゃないかと思っていつもそこで座る。ほたっと自分に帰った時には音が止んでたんです。で深海の底みたいです。音一つしないんです。そして私はそこでまず第一怖くなったのは、そこで初めて怖くなったんです。ほいで逃げんといかんと、逃げ出そうと。そしてそこでやっとね、人を呼んだら声が出たんです。嬉しかったですよ。それは声出なかったんです。おーいって言うと声が出ましたね。呼べど叫べど誰も反応がない。またこの恐怖観念ですか、怖さが募ってきましてね。でどっか出ようと、ここに逃げ出そうと、で立ち上がって、ほいでその基礎でまたがって出て、最初左トイレがありましたんです。トイレ行こうと思ったんです。でもおしっこしたいっていうわけじゃないんですよ。で反対見たら、かすか向こうに鋳物工場、鋳造工場というんですけどね、それがものすごく燃えてるんです。きれいな火なんです、白光の。鋳造工場まで燃えてるんです。でよく目を凝らして見てますと、誰かね、知らんけど何人かが行ったり来たりしてるんですよね。おお、やっとね、まともに歩ける人が見えた。嬉しいですよ。一目散に走ったんです。